1点を失って横浜は5回にもヒットとフォアボールで2アウト2塁1塁のピンチを招きます。バッターは今日ホームランを打っている前原。このタイムリーツーベースで4対0とされた横浜3人目の田辺は緊張の糸が切れました。続く中村を敬遠して満塁。しかしピッチャーの鶴田にフォアボールで押し出しです。1番立浪4球目でした。三塁から前からホームイン。7球目もワイルドピッチ。中日7対0と試合の流れを決めました。今日で4試合目の先発となる中日ルーキーの鶴田、大量点に支えられて最後まで球威が落ちませんでした。鶴田は4安打無四球でプロ入り初勝利を完封で飾り、中日が9対0で勝ちました。ルーキーの完封はですね、12球団一番乗りです。そうです、横浜。今日も勝の前に5回の0点。6回この畑山のヒット。ワンアウト三塁一塁。進藤がセンターに打ち上げて、ローズが帰ります。横浜実に26イニングスぶりの得点で均衡を破りました。8回の横浜は2点を取ってなお満塁。ピッチャーの野村、2人が帰って5対0、横浜のワンサイドかと思われました。その裏の中日、ノーアウト2塁1塁でトップの立浪、ツーベースヒットで中村が帰り2塁3塁。さらに変わった小檜山から羽田が犠牲フライ、2点目。このあとワンアウト三塁二塁となり、落合に一発が出れば同点です。いい当たりだったんですがレフトライナー。中日はこの回3点止まり。横浜は小檜山から最後は佐々木につないで逃げ切りました。ヤクルトにとってベイスターズはまさにお客様。初回主砲広沢の11試合ぶり第3号ツーランホームランで早々と先制します。続く2回にも土橋のツーベースヒットで3対0、ベイスターズ先発岡本わずか2イニングでノックアウトです。さらに3回またも広沢、ベイスターズ2番手島田の代わり花、ヤクルトが3連打を浴びせ4対0とベイスターズを突き放します。ヤクルト先発伊藤明光は立ち上がりコントロールが今一つ。この5回フォアボール2つでランナー1塁2塁とピンチを迎えます。ここでローズがセンター前に弾き返して5対1、反撃ののろしを上げて、さあバッターは主砲ブラッグス。しかしブラッグスは三振、7試合28打席ノーヒットと大ブレーキです。こちらヤクルト主砲広沢は絶好調、7回ランナー3塁のチャンスにもツーベースヒットを放ちます。広沢は4安打の固め打ち、打撃不振だったチームも16安打と息を吹き返しました。結局伊藤は大量点に守られる形で154球の完投、ヤクルトが9対1で勝っています。足の怪我のため先発回避、そこで代役を担ったのがこの人川崎健次郎でした。立ち上がり145キロの力のあるストレートを中心に好投、4回までベイスターズ打線をヒット1本に抑えます。一方打線は4回、ここのところ好調のベイスターズ先発斉藤隆を攻めます。畑がタイムリーツーベースヒットで2点を先制すると、さらにハドラーが犠牲フライを放って3対0。久々の登板で立ち上がり不安だった川崎には大きなプレゼントです。しかし川崎5回に打たれました。進藤へ投じたストレートが真ん中に入り、レフトスタンド中段へ第2号ソロホームラン。昨シーズンほとんど登板機会のなかった川崎、スタミナ切れが心配されました。しかしこの後のバッターをピシャリと抑え、勝利投手の権利を得てマウンドを降ります。それでも3対1と点差は2点、まだ安心はできないところですが、ヤクルト打線は現在絶好調。8回に広沢が2試合連続の第4号ホームランを放つなど6対1、川崎の久々の勝ち星がいよいよ間近に迫ってきます。川崎の後を継いだ伊藤高津もそれぞれ好投、最後はストッパー山田までつぎ込み、川崎はおととしの10月以来558日ぶりの勝ち星、ヤクルトが6対1で3連勝です。ヤクルト打線がベイスターズ先発斉藤明を攻めます。
新井がこの日3本目のヒットとなるタイムリー、4対2と突き放しました。さらにランナー1塁2塁で広沢はショートゴロ、小厚洗い向きのダブルプレーコースでしたが、セカンドローズがボールをこぼしてオールセーフ、満塁となります。ベイスターズは先発の斉藤を諦め加藤、長野を投入、ところがそれぞれ押し出しのフォアボールを出してしまい、やらずもがなの失点6対2としてしまいます。しかし今日のベイスターズは打線が好調、5回進藤が同点タイムリーを放つなど、この回4安打を集中して6対6同点とすると、続く谷繁はセカンドへの内野安打、しかもハドラーが間に合わない一塁へ焦って悪送球、ベイスターズ4点差を跳ね返して7対6と逆転に成功します。しかしここですんなりゲームが終わらないのが最下位チームの悲しいさが、6回から登板の岡本が7回池山に先タイムリーヒットを浴びて7対7再び同点となります。さらに岡本は満塁でピンチヒッター八重樫にチームとして3つ目の押し出しのフォアボール、8対7ヤクルトが再び逆転です。ところが8回今度はベイスターズ8対8と同点に追いついて、バッター畑山、右中間スタンドに勝ち越しスリーランホームラン、両軍合わせて31安打23得点という大乱戦は14対9でベイスターズが制しています。において2番久慈が送りバント、これがフィルダースチョイスとなって3塁1塁とします。ワンアウト後4番オマリ、強い当たりでしたがセカンドの正面、ダブルプレーで絶好のチャンスを潰します。阪神の先発は猪俣、1対0と横浜にリードされた5回の守り、この回先頭の8番谷繁をストレートのフォアボールで歩かせます。この後フォアボールとヒットで2アウト満塁、ここまで2打席連続三振に抑えている4番ブラッグスを迎えます。カーブが真ん中に高めに入りました。猪俣はフォアボールから崩れる悪い癖が出て3失点、これでマウンドを降りました。横浜は攻撃でも元気がない阪神を野村小木山のリレーでわずか3安打に抑え6対0で勝ちました。0対0で迎えた5回、阪神はこの回先頭6番亀山、これが横浜の先発宇藤から放ったチーム初ヒット、先制のチャンスです。続く八木は右打ちを意識しすぎてカウントを追い込まれます。結局ランナーを進められず三振、後続も倒れ得点できません。毎回ランナーを出しながらも要所を抑えていた阪神先発中込は6回ワイルドピッチで2アウト3塁1塁のピンチを招きます。6番畑山にはセンター前、8回にもワイルドピッチ絡みで1点を失います。阪神は8回から変わった横浜2人目佐々木にも抑えられ、2対0で敗れて連敗、これで対横浜戦は3試合連続の完封負けです。ですが相手は3連勝中と波に乗るベイスターズ、勢いがあります。1回ランナーを2塁に置いてブラッグス、高田完全に打ち取った当たりなんですが、これがタイムリーツーベース、横浜ラッキーな先制点でした。その裏巨人は1、2塁のチャンスを作りますが、吉村見逃しの三振、3回今度は尾形の足を絡めて1塁3塁、しかし再び吉村が森山に打ち取られます。12球団で最低のチーム打率に苦しむ巨人、5回ようやくピッチャー高田のヒットを足がかりに1塁3塁として篠塚が詰まりながらも同点タイムリー、さらに続く4番原のレフト前で一旦は逆転に成功しますが、横浜は6回フォアボールの石井を1塁に置いて高木、ブラッグス、ローズ、クリーンナップの3連打で3対2とします。大巨人は7回篠塚のライト前でワンアウト1塁3塁と絶好のチャンス、しかし原は小檜山の変化球に倒れます。そして満塁となったところでストッパー佐々木がマウンドへ、佐々木は近藤監督の期待に応え熊田を三振に打ち取ります。8回にも1点を追加した横浜は佐々木の完璧なリリーフで4連勝、巨人は3連敗で貯金がなくなってしまいました。